字が字じゃなくて絵だったっていうのがね、絵を描いて相手に説明するわけですね。ここから行くと崖で危ないよとか、ここは山があってこっち行くと川があってというのはね、ややこう記号に似てるじゃないですか。人に説明する、それと同じことですよ。やっぱり捉え方もそうだし、形もそうだし、筆の走りにしても素朴だし、そこがやっぱりこう無垢の力みたいなのは感じますよね。やっぱりこう、そういう方が魅力的ですよね。感性でやるっていうのは。